こんにちは、沼です。パープルアプリやっていきます。今回は祝賀会明鏡高校強化記念ガチャいきたいと思います。そしてパープルアプリの配信2000日記念も同時にやってまいりましたね。おめでとうございます。いつも楽しく遊ばせていただいております。で、下のガチャ引いていくんですが、まず上のガチャからパッと終わらせておきましょう。これ終わらせないとずっと画面が上に戻るので、パッと終わらせておきます。はい、ホンネリングかな。これはさすがに出ない演出なので、誰かしらいいキャラ出るかな。で、無料ガチャに関しては、まあ、まとめられれば後でまとめてガチャ動画出せたらなって思いますが、毎回こう途中でねできなくなるっていう、ガチャ引き忘れるんですよね。はい、ということでいきましょう。で、こちらのガチャ内容ですが、初回から3回、5回、8回以降から出現するイベキャラの一覧がこちら、4回目から出現するイベキャラがこちらということで、多分4回目はこの2人のキャラなんでしょうね。で、初回30個で回して PR 医療の、マエストロ伊能レイジ、そしてドラムメジャー音復帰から1枚と。で、2回目、パーストーン40個で回せて SR が2枚出現。3回目 SR 以上のどちらかが出現。4回目バナーないキャラのみ出現。5回目バナーないキャラ SR 出現。6回目、バナーないキャラ PSR と。で、7回目は、明鏡の強化して SR ガチャ券が手に入りますよと。で、8回目以降は PR 以上を1枚確定とゲドウくんですね。で、出現割合に関しては、2キャラで 23%、 そして SR 確率は最初からアップしているようです。ということでいきましょう。かなでちゃんください。ちょっと覚醒はできないんだけど、かなでちゃんください。まあまあ初回はこんなもんでしょう。何が増えてるかな。キレ、タワーチ関係、まあコツは一緒ですね。で、テーブルはタックが PR の35で80あるので相当強そうですね。はい、かわいい、かわいいの一言、かわいいの一言と、さすがに彼女なんで RPR じゃわかんないですね。いやー、ちょっとほんと6回目が勝負だな。まあ、伊能くんは50にできないので、まあ、できればやっぱ、かなでちゃんの方が欲しいかなというふうには思いますけどね。はい。ということで、次は SR2 枚確定です。行きましょう。この辺でちょっと欲しい。頼もう。キラーンしたけど、虹出てたかな。お、4枚すごい、ね、よーし、ナイス。それはありがたい。ラブパの発生率アップ来い。ラブパの発生率アップはないか、さすがに。ハーメル、懐かしい。懐かしいって言い方が適切かどうかわからないけどね。はい、なるほど。ストー力とスタミナ上限ですね。そして潜在強化は初期評価が SR の場合は入りますと。さあ来い。うわー、脳みの PSR。 ここは出てほしかったっすね。なるほど、いきましょう。で、ここはバナナキャラの SR が1枚確定ですね。お、またキラーンして、また虹出てたか見てないっていう。お、さ、めちゃくちゃ出ますね。ありがとう。それに、ただ50作れるんだよな多分、出れば。どっちかっていうと伊能くんの方が欲しかったりしますね、 SR とかは。おー、オッケー、ナイス。で、技術ボナと得意練習率アップ。タックは130ありますね。45でやる機構が150。なんか新テーブルですね、めちゃくちゃ強そう。はい、なるほど。ここも勝負ですね。ここはもう SR、PSR 出ればどっちかなんで、確実にここで引き寄せて20。あー、ない。ピンク攻めて来い。ああ、毎回弱すぎる引きが。マジか、ここは痛いっすね。ここの引きが弱すぎる。高評価よろしくお願いしますこれもうめっちゃかなでちゃんばっか来るし、これは頼むよ。これはほんと釣りじゃなくて6回目頼むよ。さあ行きましょう。お、嘘、頼む。キランして、キラン。あー、まあ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 、ここはね SR 確定ですからね。あー、オッケーオッケーオッケー。まあ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 、平常運転ですわ、平常運転ですわ。いや、でも頼むよ。次はマジで頼む。はい、
ここが勝負ですね。ここで出るかどうか。頼む。光よ。もう爆死はいらない。来い。よーし。め、ありがとうございます。これは。よーし。まあ覚醒は置いておいて、ひとまずこちらは引けましたと。よかった。はい。50になるとイベントボーナスが 80% ですね。よかった。伊野くん。あ、めちゃくちゃ PSR 出るじゃん。はい。ということで、PSR がなんと3枚も出るという、この強化 SR の部分は引かなくていいような気もしている。ということで、解放やっていきましょう。で、結構いるはずなので、多分。引き出さんとダメか。まずはちょっと売却をかけましょうかね。売却かけよう。いや、よかったよかった。本当に、本当によかった。売却をかけます。まあ、20くらい、15とかかけとけば十分でしょ。はい。で、ここから、かなでちゃんを引っ張り出しましょう。ちょっとどこにいるかわからないので、名前順とかにしましょう。図鑑番号とかにいいのかな。多分どっかまとまっていると思うので、図鑑番号にしとけば。で、あ、いた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 。これで十分かな。これで全部だと思う、多分。これは多分いけると思うんだが、果たして。 PR OK。 これはまず解放しますか。うん、これは多分いけるでしょ。よし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 。まあ、おそらくですが、今回は負けないはず。今回は負けないはず。今回は負けないはず。いいよ、解放も順調ですね。で、まあ、かなでちゃんの覚醒をどうする問題があるので、ちょっと一概に、こう、なんとも言えないところもあるんですけど、まあ、ひとまずね、ひとまず引けたことに関してはすごい良かったと思う。で、全然 R 通らない。 R 通って、 R 通って、 R 通って、 R もういいんじゃない、もう通っていいんじゃない。結構僕は本当にかなでちゃんに寄りまくりましたね。これが良かったのかどうかわからないけど、結局伊能の方が強かったみたいなことも、まあ、泣きにしもあらずだとは思うので、プラグを作りましょうか。プラグいるんかな。ちょっと待って、こうじゃねえ。こうか。さあ、お願いします。5。最低2ですね。3。4。わー、3か。まあ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 。まあ本当の勝負はここじゃないですからね。本当の勝負は PSR に入れた時ですからね。わー。まあ残り1だったらもう SR 使いましょう。うん。これでよくて、で、次、もう一体ぐらい作りたいな。言うてでもそんなに、まあでもいるか、さすがにいるか。作れるでしょう、さすがに。それなりに雑にやってもいけるかなって思う。1か。いや、これいけるの、本当にいけるのか。ちょっとなんか不安になってきましたね。4枚入れて0、それはまずいですよ。オッケー。2。もう一丁。3。ああ、まあまあ、十分。これは終われるのか、果たして。オッケー、ナイス。
まあ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 悪くない。ただもうだいぶなくなってきましたね、枚数的には。枚数的には PR もなくなってまいりました。2段通らないと結構厳しいかもしれない。てか PR なくなってきたな。ちょ、通ろ通ろ、もうもう PR ないから通ろ。やばいやばい、これはやばい。さあ来い。わあマジか、なるほど。これ2段いかないと結構やばいかもしれないですね。はい、では、勝負に行きましょうか。 TSR を引き出しましょう。でドラムメジャーお願いします。はい、1、2、3。うえーマジか。ちょっとマジ、ほんとそれはそれは完全にやってるんだが、うわーどうしましょうかね。まあ直で入れるしかないよな。これで作れなかったらマジ笑うんだが、うん、まあいいよね。よし、もう一丁、もう一丁いこう、もう一個、よし、もう一個いこう。はい、あーまあ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 、うわギリギリの戦いですね。 50% 来い、頼む。はい、うわーまずい。いやちょっと SR2 段階飛んだかったのかな、痛すぎる。お願いします。はい、よー危ねえ。ギリギリ全ての素材を使い切りましたが、うわ危なー。はい、ということでなんとかかなでちゃんを50迎えられました。まあ、在庫でできたんでよかったですねという感じでしょうか。してあとは伊能くんか、あとはちょっともう消化試合みたいにはなりますが、伊能くんいきましょう。 SR まあ2枚いるしね。まあちょっと在庫はないとは思うんですが、そうっすね、あんまりいないですね。引き出した方がいいか、ひとまず。うん、在庫はあんまりないですね、正直。これ3枚でしょ。で、まあその、今のね、PSR の伊能の方にそこそこ食べさせてるんで、いないんですよね。はい。あ、いるわ。すごい。R の数はすごい。0。そうですね。もうちょっと解放してくれてもいいかな。ちょっと解放運が。なんとも言えない感じではある。2。ちょっと45作りたいよ普通に。わあ0。マジか。結構だな。あ、3。3か。なるほど。どうしましょうかね。3か。で、これで入れましょう。SR、はい。全部通ったら、まあ、いきますね。全部通ったらもいきますね。いきましょう。はい。はい。うわー、2。渋。めちゃ渋いわ。まあ、伊能くんはこれでひとまずいいと思うんですけどね。まあ、そんなに焦って45にしなくてもいいんじゃないのかなという気はしております。まあ、タック力 30% 変わるので、そりゃ変わってますが、まあまあ、ひとまず、明鏡高校遊んでからまた考える感じかなというふうに思います。で、まあ、覚醒に関しては僕本当に素材ないので、今、配布でね、チラッともらった分があるので、まあ、それに関してはちょっと入れようかなと思ってますが、もうそれ以外は今んとこ何とも言えないですよというのと、まあ、開催中アンデッドくん新登場ということでね、ちょっとこっちも気になるものがたくさんあるので、こちらもちょっと確認できればいいかなというふうに思います。とりあえずね、ガチャ動画出させていただきますので、皆さんに見ていただけたら嬉しいなというふうに思います。
今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。